兄貴、はい、おはようございます。おいす。いや今日は今日はね、はい、スーツですから、ね、はい、いかつめのねこれ買う時ね、はい、いい感じやなと思って買って、はい、来て外出たらね、いかつすぎたって産業紹介ですからね、これいいやつですよ、これいいやつですね。いいやつなんです、いいやつです、いいやつなんですけど、ちょっとね、あの、はい、セミナーを開きそう謎の教材買わされる系の人になってしまいましたけど大丈夫ですよ、教材じゃなくて本を買ってください ね、はい、そうですね、私の兄をぜひ皆さん今日はですね、うん、高校野球で、うん、はい、最近ですね、投球制限が、うん、いよいよ来年の春からですね採用と、そうやな、はい、いうことで、で500球やったっけ、はい、そうです。兄貴ね、今回本みたいなものを出したりだとか、まあ、今までね、ピッチャー の投球の問題とかもいろいろ話しましたけど、考えてきたけどね、はい、正解かどうか別としてね、はい、うん、兄貴的にはどうでしょうか、今回の1週間500球という。あー、難しいなと思ってな、1週間500球っていうことは、まあ、大体1週間で120球、4試合ぐらいは投げ切れるってことか、そうですね、普通に考えたらな。そうですね、だから4試合以上、はい、まあ、ウルトラ多投する時期を避けるという、うん、はい、まあ、逆に言うと甲子園の決勝から逆算したあの辺とか、はい、まあ、3、4、5、6みたいなところとか、あとはもう大阪レベルの大会の、まあ、上層部に行った時やね、はい、それこそ公立高校のピッチャーで投げ続けてると準決勝ぐらいで投げれなくなるみたいなことなんじゃない、はい、勝ち続ければ、ね、そうですね、そのピッチャーがいっぱいいればそれは変えれるんやろうけど、問題点としては優秀なピッチングスタッフを揃えているチームじゃないと、うん、その最後まで勝ち抜くっていうのが、やっぱ野球ってピッチャーってよく言うけどさ、はい、まあ、もちろんピッチャーだけじゃないんだけど、ピッチャーがダメやったらやっぱり非常に難しい、そうですね、勝つという意味で言うと、ね、はい、スポーツ推薦がある高校、強豪高校とそういうことをやらないとか、もしくは、まあ、人材集めてないような高校は、まあ、それは力の差は広がるわな、明らかにね、うん、まあ、そうですね、別に1試合やったら関係ないねんけどね、1回戦当たれば別に、はい、自力で勝負になるんやろうけど、まあ、どっかで投げてきたピッチャーを使えなくなる、もしくは未来に投げさせるために投げさせるわけにはいかなくなって、他のピッチャーでうまく継ぐとかいう、はい、ことになるんやろうなとは思うけど、まあ、それがいいか悪いかっていうか、まあ、型を守るか、はい、勝ちたいという心を守るかの、まあ、選択肢やから、はい、それは何とも言えへんなとは思うけどな、まあ、これは正解か分からへんねんけど、はい、甲子園っていう価値観がすごすぎるやん、まあ、前も喋ったかもしれへんけど、はい、じゃあ中学生、小学生も70球の球数制限ができるんでしょうか、はい、1日間、はい、それはなんかすんなり受け入れられるやん、そうですね、なんとなくやで、感覚論として受け入れられる、はい、やっぱりなんでかっていうと、なんでやと思う、なんででしょう、なんかなんとなく受け入れられるやん、肌感としてはスッと入ってくるんですけど、はい、俺が思うにはやで、はい、もうなんつってもね、甲子園なのよ、で甲子園と高校で野球をやめるっていう人があまりにもね、はい、多い、やめるしかないから、はい、高校で卒業、高卒って、高校野球、まあ、学歴時代高校まであるし、はい、やっぱり大学行ったら勉強とかそういうことになったりするし、はい、ね、高校でやっぱ野球を引退するっていう人、まあ、草野球とかね、今の時代ね、我々のおかげなのか何なのか流行ってます強豪チームばっかになって今困ってるんですけど、めちゃめちゃ強いですね、相手が強い、困ってますけども、まあ、国際野球とかやるっていうのはあるけど、やっぱり燃え尽きようっていう気持ちがそこに強くある、はい、で小学校中学校やと、まあ、そもそも全国大会行ってどうこうああこうで先行制覇してやるみたいな、はい、圧倒的な目標よりも中学とかの時点でもう甲子園行くんだ言うてるやんか、はい、ぶっちゃけ目の前、ね、目の前野球まだ試合続いてるのに、ね、はい、僕は甲子園行って、それぐらいにこう日本人の価値観としてアマチュア野球、アマチュアスポーツの最高峰として甲子園が存在するっていう、はい、全国放送毎回されるし、ね、そうですね、あんなすごいことないわけでさ、はい、で甲子園ファンはいっぱいいて球場いつも超満員になるわけ、はい、やっぱ野球人としてスポーツマンとしてあの環境で野球やってみたいという人に見られる、ね、自分が来てあげたプレーを、まあ、そういう環境ってもちろん中学校中学校であるわけがなくて、はい、で高校野球になって急にすごいと、なんか大学野球もさ、ね、神宮、明治神宮行ったかってそんなけえへんで、まあ前になることなんてないですね、全国中継毎試合されへんし、はい、そこにはやっぱり高校野球っていうその、まあ、花というかがあって、まあ、そこに向かっていくからこ その勝ちたいという気持ちが強くなって、はい、球数制限との矛盾が起きるっていうことは、まあ、明白やな、で中学生小学生が今言った通り球数制限を、はい、されても違和感がないっていうのはそこに究極の価値観がある人にはあるんやろうけど、まあ、はい、おそらくに日本の野球人
全体の価値観としてはないわな。はい、だからアメリカとかってさ、高校でも簡単に球数制限とかってずっとやるやろ。やりますね。全国大会ないいうもんね。ああ、そうですね、確かに 国広すぎて。はい、それこそ野球は教育の一環で、まあ、より良い環境で野球に携わって、野球を通じて人間形成したりとか、はい、もし本当に優秀な選手だったら大学への道があったりとかね、メジャーリーグとかにつながっていったりするっていうことは、はい、高校野球で全国大会に出て、まあ、甲子園の大会でそこで燃え尽きてやろうかみたいな、まあ、そういうなんていうんやろ、究極の価値観がないから簡単に球数制限が入るっていうこともあるんじゃないのって気はすんのよ。いや、高校野球やっぱりそこにもう燃え尽きて甲子園に出るんだっていう、まあ、素晴らしい文化、はい、素晴らしい文化やねんけど、まあ、その価値観とぶつかってどうしても球数制限ということに対して違和感が出てくる、はい、そもそも球数制限したら勝てないじゃんとか、いや、どうやって公立高校勝っていくんだよみたいな議論が中学生じゃ起きないよな。起きないですね。負けたら負けたでそこまでですっていうことで、はい、だ高校で野球続ければいいよねとか、ここで野球続ける選手が何人かいて彼らが頑張ってまた人間形成すればいいぐらいの感覚やんか。はい、高校野球そこで終わった感があるから。そうですね。でも実際終わるやつが大半やし、公立高校だって夢を持って甲子園だって言って、はい、あの俺ら甲子園に行く、俺だって言ってたよ、高校の時甲子園に行くんや、うん、全く行かへんレベルやのに嘘でも言うてるわけで、はい、そういう気持ちを持って野球に打ち込むから、まあ、一定こう辛いことも乗り越えられたとか、いろんなことが起きるわけで。そうですね。まあ、それはまあ、日本が作った高校野球という文化のいいとこであり、まあ、球数制限入れる時の、まあ、邪魔者になってくるわな。球数制限入れるってだけの話で言うたよね、はい、難しいねんけど、どう考えても日程の見直しが一番早いと思うね。うん、まあ、それは夏休みの加減とかあるかもしれんけど、はい、まあ、早めに始めるのかとか、日程を緩めてあげるっていうのがまあ一番簡単なことっていうか、はい、簡単というか、その球数制限せんでも絶対球数減るやんか。そうですね。球数、うん、制限したかってええやん。逆に したんやったら、その球数制限に合わせた日程にしてあげてよ。エースが全部投げ切れるように。球数制限したんやったら日程を緩めてあげるべきやし、はい、まあ、って感じかな。じゃあ球数制限したら日程を緩めませんっていうんであると、まあ、甲子園という価値観を見直すっていうことも一つやね。そうですね。まあ、それこそこれいいかわからんね。もう前半、はい、全野球人反対やし、俺もそんなもん全然良くないと思うけど、型を守るか甲子園の価値観を守るかっていう話でしょっていうことになると、はい、草野球ようできてるやんが、地方で決定するやん一旦、はい、地方優勝を決めてそこから甲子園に行くやん。で、甲子園がやっぱりこう日本中からさ、大量の人を呼んでここに拘束し続けるって時間が長いから、それだけこう、はい、学校側も大変だったり、うん、保護者側も大変だったりするわけでしょ、はい、で、甲子園自体取れる日程も決まってると、まあまあ言うんであれば、まあこれね、その県で優勝した瞬間甲子園行きたいんやけど、まあ、甲子園という価値観はね、野球人全員忘れましょうとするんやったら、はい、例えば中国地方で1チーム、近畿地方で2チーム、関東で2チーム、なんとかでとかって代表決定戦まで持っていけばいいやんか。うん、まあ、じゃあ甲子園に来るチームを20チームに絞れば日程ゆとり出るんじゃないのとか。確かにそうですね。で、地方も早めに試合始めてあげて大会の期間を延ばしてあげる、はい、でその大会を守るのか型を守るのかっていう議論でも天秤かかった時にどっちも守らざるを得ないんやろうけど、はい、まあ、思い切ったとは言わへんけど、アイデアとしてはそういうふうにすれば緩めやすくなるでしょっていう、ね、球場を抑えてしっかり、はい、まあ、球場自体を抑えるのも大変やろうけど、まあ、それがいいとは思わへんよ。甲子園の究極の価値観っていうのはもう日本野球が誇る文化やからさ、はい、それをじゃ あ県で優勝してもまだ甲子園行かれへんとかね、まあ、そういうのは本当に甲子園がとても遠く感じるだろうから、はい、うーんとは思うけどね。俺らもな、全く違うけど草野球で甲子園でベスト4からやんか、はい、アホほど遠い感じしますね。もっとね、高校野球ってもっともっと難しいんだろうけど、はい、やっぱりそのこういうことを考えるときって、もう一回どっちか忘れなあかんのよ、はい、もう型を守るな、型を守る、それらの価値観は一切ないと思って考えてみようっていう、うん、で結果、一回考えてみてこうするよってなったときに、いや、やっぱりそれは無理やと、やっぱり県で優勝したら甲子園生かしてあげたいやん、はい、これはもう絶対に守るべき価値観やったら、その一回議論が戻って、じゃあそれと球数制限成立両立させようと思ったらどうしようかって、日程広げるしかないとか、はい、そうなってきて、いやいや、もう別に今のまんまであってピッチャーがバンバン入れ替わればいいやんかって、その通りで、強豪高校はできるからね、それが。まあ、そうです。最近は多いですよね、強い高校は。まあ、それこそ韓国みたいになっていくかもしれへんで、高校まで行ったら強豪高校以外野球部ないっていう、はい、うん、中学まではなんとなく、はい、いろんな中学に野球あるけど、高校で野球できるやつは推薦
で入ったやつドミみたいな、はい、まあ、大学で野球やってる感覚と似てるよね、うん、高校イコール全部甲子園レベルっていう話やんか、はい、甲子園行ってもおかしくないなレベルの高校めちゃくちゃ少なくて、はい、大学はもうほとんど 90% が大学でまた野球やるらしいな、はい、だからそういう文化になっていくかもしれへんし、うん、まあでもそれが野球文化の衰退ってなったらそれはそれでね絶対甲子園行かれへんしなーってなった時にさなんか野球夢ないなってなっても悲しいし、そうですね、その文化を変えることがこう野球業界全体にどういう影響を及ぼすかっていう怖さもあるよね。だからまあまあじゃあ投げ続けさせていいんかってそれはまだ違う話でって究極のこう矛盾と向き合ってる状況みたいな感じやと思うわ、はい、じゃあ日程緩めれんのかったら学校との対話もあるやろうし球場との対話もあるやろうし、まあ、あの結局言ってもね 学業が本分やろうから学業をほったらかして、ね、その試合行ってる場合でもなかろうしとかみたいな、はい、うん、ことですわ、うん、俺の見解はね、はい、どうですか大丈夫ですか、なるほど、まあ、とはいえ、まあ、一歩をまずは踏み出したという感じですかね、まあ、とはいえあの、はい、実際、こういうルールってね一回決まると後戻りできないっていうのがもう基本なのよね、はい、あのじゃあやっぱり800球に1週間700球にしますってさ、はい、まあ、いけんのかもしれんけどおいおいって言われかねへんことやと思うから、でもあのにしてもそこはあの俺の考えにあくまで、はい、やって問題が起きたら戻るのも一つ手やし、うん、やってみるっていうことはやっぱりすごい素晴らしいことだと思う、はい、でもちろんあのなんやそれっていうことじゃなくていろんな見識者が来て医療関係の方も来て、はい、で弾き出された数字やからもちろんピッチャーからしたらね投球フォームが良ければ壊れる可能性は下がるし、はい、あの体が強くて 体全体投げれば、まあ、プロみたいにあの非常にこう壊れずれ何年も何年も年間200イニング投げれるみたいな、はい、あ体に作り上げることもフォームと体を作り上げることも重要なことやから決して一概にその球数切ったからって壊れないってわけじゃないし、はい、ピッチャーのフォームが悪いやつがピッチャー行ってただ1試合で肩壊す可能性もあるわけやから、はい、そこはもう本当に、まあ、永遠に、ね、あのいろんなスポーツ医学が研究者も研究してもやっぱり肩壊したりと直せなかったりとか肩壊したりするわけで人体の未知な部分は絶対あると思うねんけども、はい、まあ、一定その考えて弾き出した数字っていうので、まあ、信頼して、受け入れるっていうのも一つかなと思いつつね、はい、思いつつもちろん導入されるって決定してるわけだから、はい、それに対して取り組んで草野球だってね天皇杯とか行くとなんか2日で3試合とかさ、そうですね、うん、多いですよね、で3日で5試合とかな、はい、あのわけわからんこと起きます昔だから軟式野球でもさ全部一人のエース投げ切りますみたいな感じやったよ、はい、多かったですねまあそれがいいとはならへんような、まあやっぱり長く野球やることにね障害スポーツになってくれた方がいいから肩壊したらさ終わりやから、うん、でそこはあの逆に俺らもしっかり1週間500球っていう、まあ、1週間500球俺ら投げることないけど日頃練習してない分に投げる球数も減ってると思うから、ね、はい、参考にして野球界もあの、まあ、取り組んでいこうかっていうのは一つあるのかなと思うけどね、はい、うん、こんな感じ、はい、どう、このスーツで喋った感じぞいやもうツボ買いそうです、ツボね、ツボを買わせられそう、はい、こんなやつスーツ着てるやつ信じたらあかんで、ね、ほんまにほんまにこう打ってこういうやつが打ってきた指示だからの野球の話はね大丈夫そうですね